はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでヒロさんですね。はい、CZX を2つです。はい、じゃあ一個一個ね、開けていきます。で、今日の出荷がもう終わってしまいましたので、明日の発送となります。木曜日発送ですね。はい、じゃあパック取り出して、よいしょ、6パックですね。で、ハサミでパックを切ってからカードチェックです。出方もいいですね、非常に。まあ、サインとスケッチとコスチュームが同じ箱から出るって、なかなかやっぱりプロダクト的。あ、プレートだ。これは多分コスチュームか、うん、一人ですからね。一人しかここに映ってないんで、コスチュームのプレートかと思います。はい。何番のとか書いてないんですけど、多分まあコスチューム、あ、レギュラーの可能性、あ、ないか。ここね、くり抜かれてるもんね。はい。で、あのプレートの場合はね、はい、まあ、パック1何かしらという感じです。よいしょ。はい、1パック目はプレートが来ました。で、パック1何かしら入ってるような感じです。はい、ここ赤いので、お、フラッシュのスターパワー。はい、これも結構人数いると思いますので、使用どころはいいと思いますね。結構これスターパワー集めてるらっしゃる方多いので、赤パラ125ですね。赤パラ、この位置のサインだ。はい、誰でしょうか。誰だ、誰だ。はい、115尻だな。でもハリソン・ウェールズ、はい、初めて見たかな。はい、115尻です。トムさん、うん、これ変身、あ、下に25尻が入ってます。これ変身前、変身後ちょっとわかりませんけど、はい、うん、115だとまあそこそこ枠ですね。で、みんな100から115とか125とか125、まあこのあたりのが、何もまあそこそこ人数がいて、で、じゃんけんポンみたいな感じのようです。はい、先ほどあのケースの PB をしたんですけど、スーパーマンとメリッサ同じケースとか、はい、なので、うん、よいしょ、そんなにこうヒットとか、ヒットだからどうのこうのとか、カテゴリー分けはそんなにされてないような気がしますけどね。で、スケッチカード、お、枠がある。お、フラッシュ、おお、細かい細かいですね。はい、すごい細かいです。結構スケッチもピンキリですけど、全然ありだと思います。うん、一瞬あのグリフィスかと思いましたはい、カレブさんでいいのかな。はい、すごい細かいスケッチが出ましたね。まあ、このあたり細かいとね、全然ですね。ちょっとこっちの方、どうなのかな？元祖フラッシュ？そんなわけないか。ちょっとわかんないんでね。それとプレート出て。
で、ここラストで、コスチュームがまだ出てないです。で、ちょっと分厚いですね、コスチューム。コスチュームもダブル、トリプルとかあるので、あと一人でもショープリがあるようですんで、どうでしょうか。299。あ、299でも、はい。アトム？はい、スーパーマンの方？レジェンド・オブ・トゥモローだとアトムの方？となりました。はい。あと、フラッシュの主役も299だったかな。25だったかな。結構枚数書いてるので。全然ありだと思います。まあ、コスチューム、スケッチ、で、サイン。まあ、何かしら、こう、ね、一個でも、そこそこのが当たってくれるとっていう。115は少ない方の部類ですからね。100から115とか125は。小当たり的な部分か。まあ、でも、あんまり関係ないような気がしますけどね。あの、ケース PB した。感想ですと店長が。はい、よいしょ。はい、200個目です。トムさんが気になるな。結構あの元祖フラッシュが、あ、元祖フラッシュはおじいちゃんか。ちょっとわかんないな。トムさんどういう役なんだろう。ドクターってなってますけど。はい、じゃあ200個目です。グリーンパラ、45シリですね。さっき25シリが出ましたね。プレートだと上に入ってんだね。あ、スケッチかな。スケッチですね。グリーンアローかなと思ったけど近かった。あ、うん、レギュラーにいたね。レギュラーにいましたね。はい、スター系のスター、うん、そうだよね。ラファエルさん、ラファエル・アントニオさんですね。はい、うん。アローの友達。はい、なんか一緒に写ってたカードがあったような気がします。あ、コスチュームか。コスチュームで見たんだ。スターパワーですね。かなり。この方もサインがあるようで。初っ端に見ました。女性キャラが結構多いですからね。赤っ腹125。これはちょっと分厚いね。コスチュームかな。よいしょ。299だ。あ、でもね、トムさん299。はい。で、サインがまだですんで、これがサインですね。さあ誰でしょうか。さあどうでしょうか。ん？誰だ。ジェシー・ラッサン。クアールドックスっていうの。はい。これなんか、あれ？クアールドックスか。よいしょ。これ、変身前。結構なんか変身前と変身後があるから。だいたい一人二種類ぐらいありますよね。変身前、変身後。ね。
ちょっとローダーないので後で入れておきます。はい、まあプレートが出て、でコスチュームが1枚でサインが2枚、でスケッチはこちらですね。フラッシュが、はい、とても細かいですね。こっち多分アローのキャラクターですよね。デュアルコスチュームかなんか出て、はい、確か このキャラだったような気がします。こっちが非常に細かいですね。はい、でコスチュームは、はい、スーパーマンと299同士でしたが、まあ主役ですんでね。はい、でサインはこちらでした。115と150ですね。うん、トムさんが何の役なんだろうなと。はい、気になります。ハリソン・ウェールズレギュラーにいたかな。うん、まあクライシスの映画に出てる、あ、ドラマ映画ですよね、ちょっと分かんないですけど。はい、うん、はい、ということでこんな感じでした。プレートが出て、はい、じゃあポーカーをやります。右がお客様です。3回押します。ワン、ツー、スリー。お、ジョーカー来た。はい。あ、フラッシュだ。はい。おー、おめでとうございます。はい。フラッシュはこちらの景品ですね。フラッシュってはい。ポーカーがフラッシュだったというところですね。はい。ドンチッチの88枚限定の55番。縁起が良さそう。はい、でフラッシュの以上の手の場合は店長はやりませんので、はい、リフレッシュして、で2箱目分、ワン、ツー、スリー、5のワンペア、はい、ワン、ツー、スリー、お、ノーハンドですね。はい、ということで黒マグホも一つゲットです。2連勝でした。はい、ということでこちらで梱包して明日発送となります。はい、ありがとうございました。